皆さん、こんにちは。ヤリスクロス、納車待ちユーザーです。次の新車、ヤリスクロスには、電子インナーミラー型ドラレコを付けようと思って、いろいろリサーチしました。自分では取り付けできませんので、イエローハットで取り扱っている中から探しますと、セルスター工業の GM10 が良さそうでした。気に入ったのは、GPS を利用して、 知られている固定の取り締まり機に限りますが、教えてくれたり、自己多発地帯などを知らせてくれます。また、安全運転の支援機能も充実しています。特に、ブラインドスポットモニターを、メーカーオプションで付けていませんので、こちらの視覚検知機能が、その代わりになるかもしれません。まあ、ソナーやレーダーを使ったものと、画像解析でやる本機の精度は、いかほどのものか使ってみないとわかりません。さらに調べてみると、 この機種は同じ製品を型番を変えて出しています。トヨタのディーラーオプションカタログを見ていましたら、こちらにも OEM されていまして、同じものがありました。GM10 と他のモデルの違いは、付属される SD カードの容量が違うだけです。イエローハットで取り付けてもらうと、製品代に取り付け費を入れて、このくらいになります。当然、 プレミアム取付になると思いますので、プラス19,250円で、総額、65,050円になります。イエローハットの値段は把握しました。あとは、ディーラーオプションで取り付けた場合、いくらになるかです。ディーラーに出向いて、お値段を聞くと、商品代プラス取付費で、なんと9万円。お高い、約、2万五千円の差です。両者の違いは、 付属の SD カードの容量だけの差です。お値段が、同程度なら少し高くても、やはり信頼のディーラーで付けようと思っていましたが、さすがに、この差は大きいです。ヤリスクロスが納車されましたら、イエローハットで取り付けしようと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。